カミラ・メサは、ジャズギタリスト、歌手、作曲家である、ニューヨークを拠点に活動する、チリのサンティアゴ出身の女性。メサは、母国チリでは、ジャズ界の主要人物の一人と目されてきた。ソロ名義のほか、室内楽編成のザネクターオーケストラを率いて、活動している、サンティアゴでチリ出身。父はジャーナリストで、若い頃に音楽を学んだ。 経験のある人物であり、クラシック音楽とビートルズの愛好家。ドラマーだった兄弟の影響で、ジャズ、フュージョンに興味を持つようになった。ハイスクールでギターを始める。彼女自身は最初は70年代のロックに影響を受けた。高校卒業後、チリの音楽学校、プロジャズインスティチュートに入学し、ポピュラー音楽とジャズに関する専門教育を受けた。 大学中の演奏活動でギターだけでなく次第に歌唱もこなすようになった。22歳の時に国内でデビューアルバムとなるジャズスタンダード曲集スカイラークを発表した。その後ツアー、TV 出演等活動を重ねる。2009年には病ク・ジョニー・ミッチェル、レッド・チェッペリン、南米圏からは母国チリの国民的シンガー、ソングライターであるビクトル・ハラ、 ブラジルのイヴァン・リンスといった影響を受けたポピュラー音楽のミュージシャンのカバー曲を収めたセカンドアルバムレートラートを発表した。自国でキャリアを築き各所で評価を得ていたと思われる中、23歳でアメリカに渡りニュースクール大学に進学してジャズを専攻する。同時に拠点をニューヨークに置き活動を始めた。著名なクラブを始め各所で講演を重ねて、 キャリアを積む一方、ポーランド、イタリア、ドイツ、フランスで開催されている各国の音楽祭に出演した。2012年に同行を卒業後、アーロン・ゴールドバーグをパートナーに迎え、アメリカでのデビューミニアルバムとなるプリズマを発表。2016年になると彼女は、サニーサイドレコーズと契約し、フルアルバムトレーシスを発表した。自作のタイトル曲をはじめ、 スティーブンソン・ロハイム作のミュージカル曲をカバー、編曲するなど古典的なジャズの領域外からも題材をとっている。同年、イスラエル出身で同じくニューヨークを拠点にして活躍するピアニストであるシャイ・マエストロとのデュオで初来日した。東京、静岡、愛知、京都の各都市の著名、ジャズクラブ、ホールにて公演した。ジャズコンボといった形態だけでなく、 彼女は室内楽編成の実験的なユニットザ・ネクター・オーケストラを持ち、そこではポピュラー、ジャズ、クラシックとの交差領域での表現を試みている。メンバーとしてスナー・ーキー・パピーのメンバーでもあるニューヨーク在住のドラマー、パーカッショニストの小川慶太、そして同じくニューヨークで活動するバイオリン奏者である大村智子の二人の日本人ミュージシャンが参加している。 2018年10月10日、ソニーミュージックのレーベルであるマスターワークスより彼女と契約を交わしたとの発表がなされた。そして翌2019年5月、カミラ・メスザ・ネクター・オーケストラとして最新作となるフルアルバムアンバルを当該レーベルよりリリースした。リーダーメンバー、ゲストシャイ・マエストロ、アーロン・ゴールドバーグ、小川啓太、大村智子、ライアン・ケバリー、 サラエリザベス・チャールズ、カロリーナ・カルバチェ、パッド・メセニー・アルバム2019-2017-2016。ありがとうございます。